ぼちぼちやりましょうか。子供たちが亡くなったのがとても残念ですっていうか、子供たちが終わったんじゃないかと思いますから、まあ、その付録みたいな話をします。シティプロモーションって言ったってようわからんよっていう話が結構あると思ってて、最初ちょっとまあ書いてあるのは難しげに書いてありますけど、簡単に言うと子供だと役所が潰れますって話です。人がどんどん減るんでお客さん減ります。サービスの対象者もどんどん減るんで困ります。行政にとってどうするんですか。役所の問題やろシティプロモーションはっていう話も一方であるわけですが、もう一つやっぱ住んでる人にとっても結構大事だよねって言って、中津川がやばければ、じゃあ名古屋に引っ越しましょうかとか、みんなに引っ越しましょうかっていう話ができるかもしれないけど、そんな簡単に引っ越せないよね。引っ越せないままこの街が人がどんどん減ってきます、行政サービスのレベルがどんどん落ちますみたいなことは困るじゃんっていうのが上の4つの話な、3つのポイントの話なんだけど、それ以上に大事なことがあると思っていて、さっき簡単に消しちゃったけど、街っていうのはおそらくこうやってできてると思います。市民の皆さんが主権者です。市民の皆さんが、自分たちが、あるいは周りの人たちが、家族がずっと幸せであるためにこの町を作っている。役所は使いやすければ代理人としてもっと使えばいい、それ以外に企業や NPO、 そうしたものを上手に使いながら市民の皆さんが幸せな町を作っていこう。つまり市民っていうのは単なるお客さんじゃなくて、一緒にこの町を作る人ですよね。一緒に作ることができると、俺この町にって意味がある、自分がここに存在していることに意義が持てる、その方が幸せだと思います。いてもいなくてもどうでもいい存在でいるよりは、自分がここにいることに意味がある、そう思える街を作るっていうのが結構大事なんだろうということが、なんかみっちゃかたかないろいろ書いてありますが、そういうことが大事だと思っています。シビックプライドっていう言葉があります。自分たちの地域に誇りを持ちますっていうことですが、誇りを持ちますってつまり何かっていうと、俺が存在してるからこの町は意味があるんだってことです。誰かが作った町になんとなく住まわせてもらってるんじゃなくて、皆さん自身がこの町を作っていく、私がいるからこの町が素敵な町になるんだと思えるような、そういう町を作っていくっていうのがシティプロモーションだと思っています。逆に言うと、単なる人口を増やす施策はシティプロモーションではないんだろうと思っています。市民の方々がこの街を幸せにしていきたい、そういうところに積極的に関わろうとする、あるいは少なくとも語ろうとする、あるいは頑張ってる人たちにありがとうって言えるようになっていく、そうした広い意味での活動意欲をどうやって引き出していくのか、それがシティプロモーションというものなんだと思います。市民に満足を与えるだけではとどめない、満足っていうのはなんとなく受け身ですよね。そうではなくて、攻めていく人を作っていく、攻めていく人になってもらう、そのためにシティプロモーションという仕組みがありますよ、そういうものを使うことができできるんじゃないでしょうか、そういうふうな発想がシティプロモーションとして大事なんです。役所が頑張る仕事ではありません。もちろん役所も頑張らなければいけません。しかし役所はなぜ頑張るのか、市民の方がこの町に本気になってもらうために、町にマジになってもらう、町について本気になってもらう市民をどうやって作るのか、そういう市民がたくさん生まれれば、その町にある企業は元気になります、その町にある NPO も元気になります。人をどうやって元気にしていくのか、シティプロモーションっていうのはそれができると、いつの間にか人、金、物、情報っていうのが集まりやすくなります。まあこの街どうでもいいんだけどと思ってる人がたくさんいる街よりも、この街って面白いよ、言いたくてしょうがない、東京に行ったらどこから来たんですか、いや名古屋の方から、岐阜の方から、ではなく中津川から来たんですと言いたくてしょうがない。中津川って何があるんですか、中津川ってこういう町なんです、そういう言える言葉、言える物語をしっかり作っていく、それがおそらくシティプロモーションだろうと思います。
ちょっとわざとらしい言い方をすると、地域イメージをブランド化する。ヴィトンだとか、ミュウミュウだとか、エルメスだとか、みんなブランドですよ。中津川という地域のイメージをブランド化する。それによって、ステークホルダー、利害関係者、関係をしている人たち、および顧客になってくれる人たちの意欲を作り出す、やりたいという思いを作り出すことがシティプロモーションです。それによって地域を持続する、そのための資源を獲得することがシティプロモーション。地域のブランド化というのは単なる産品のブランド化ではありません。皆さんが住んでいる中津川というもののイメージをどのようにブランド化をするのかが大事になります。先月ちょっと調べたんですけれど、やっぱり地域の魅力どれだけ上げられますか？ゼロ。私は地域の魅力を上げることができません。私は地域の魅力を4つぐらいまでだったら上げることができます。私は地域の魅力を5以上簡単に上げることができますよ。その人たちが81人、270人、65人いました。それぞれの方に、あなたは地域を良くするために積極的に活動したいですか？聞きました。当たり前の答えが出ます。自分たちの町の魅力をたくさん出せる人ほど活動をしたいと言い、自分たちの町に魅力なんて見当たらないよっていう人はこの町のために活動する、そういう意欲はありません。つまり町に魅力がありますよねっていうことは、そこで留めるのではなく、そこで留まるのではなく、動く人を作っていく、そこにつながるんだということだと思っています。シティプロモーションというものは人口を増やすことももちろん大事ですよ。しかし人口を増やせばいい、それだけではありません。むしろあるいはそれ以上に、個々の人の参画意欲、地域に対して真面目になっていく、一生懸命考える人を作っていく、そういう参画意欲というものを上げていくことにシティプロモーションの目的があるんだろうと思います。最も素晴らしいのはこのパターンですよね。参画意欲を上げながら人口を増やすという形ができるとベストです。しかし、じゃあ人口が増えればいいのか。人口だけが増えても、たまたま工場はあるので中津川に住んでるけれども、中津川の町には別に関心はありません。中津川はどうなっても別にどうでもいいんです。そうなったら私引っ越せばいいんですか。そういう参画意欲が下がっていく、そういう人たちが人口としては増えていく。地域に対する参画総量という言い方をしてもいいかもしれませんが、その全体のシグマ、これを上げるためには人口はあまり減らしてはもちろん困りますよ。なんとか下げ止まりぐらいで止める。ただ個々のやる気のある人たちをどんどん増やしていく。それができれば、赤い部分は青い部分より大きくなるのか。それがシティプロモーションです。税金をタダにすれば人は増えますよ。あるいはサービスをどんどんすれば人は増えます。そういう街にしたいのか、一緒になって中津川という街を素敵な街にしたい、そういう人を増やす、そういう施策を取るのか、どっちをしたいのかということだと思います。もしも赤い形にしたいのであれば、地域イメージのブランド化が必要です。3つのステージによってブランド化は実現します。一つは差別的優位性。うちの町はここがすごい、うちの町はこんなにすごい、うちの町は世界一すごい。中津川を世界一の町にするのが差別的優位性の実現です。世界一になったことを誰も知らないでは困るわけです。世界一の町になったことをしっかり知らせて、市民のあるいは地域外の人々の行動を変えていく、これが2つ目です。その上でそれが実際にどのように実現をしているのか、
確認をしながら次のステップにつなげていく。うちの町は確かにしっかりやってるんだ。そういう信頼確認を行う。まず世界一の町にし、世界一の町であることを利用して積極的にメディアを使いながら顧客、主権者の気持ちを引き出してくる。その上でそれが的確に行われているかの確認を行う。この流れをぐるぐる回していくことによって、もちろん薄い灰色の矢印が逆を向いています。行動が変わることによってさらにその街が素晴らしくなる。信頼をすることによってその街と一緒に動きたくなる。そういう形の動きもあるでしょう。そういうものをどのように実現をしていくのか。シティプロモーションというのは人の気持ちをどのように作るのかが大事になります。よくあるんですが、中津川ではそういうことはないと思いますが、役所のお仕事です。シティプロモーションというのは役所のお仕事ですよね。そんなことにお金を無駄遣いしないでください。ゆるキャラ作るのに金使わないでください。そんなイベントに金使うんじゃなくて、子供に1人20円ずつあげてください。その方がよっぽど意味があるんですという方がいます。それに対して答えるのが戦略的な発想という考え方です。なぜこのシティプロモーションと呼ばれる個々の施策を行うのか、なぜ看板を立てるのか、なぜイベントを行うのか、なぜ Facebook などというものを使うのか、なぜキャラクターを用意するのか、それこそなぜこんなわけのわからない人間を呼んできて喋らせるのか。一番の目的は、繰り返しますが、地域に関わる人々の持続的な幸せです。これを落とし込んでいくときに、例えば市民皆さんがこの町はすごいぞ、地域へのプライドを持たせる。だとすると、これができているかどうかを測りたい。中津川への訪問をぜひ進めたいという人が市民の中でどんどん増えていく状況を作ることがそれで確認できるんだ。じゃあこれを達成するために中津川の人自身が内議場に行ってないのはもったいないでしょ。10年前に合併したそれぞれの町の良さをみんなが分かってないのはもったいないでしょ。そういうことを実現をする。この実現に向けてキャラクターを用意し、 Facebook のページを用意し、トップがタウンミーティングをやるんだということです。これだけを切り離して考えると、何のためにキャラクターを用意したのかわからない、何のためにこんな講演会をやってるのかわからない、何のためのイベントかわからない状況になります。そこに向けて進んでいくんだ。この納得が得られる仕組みを作りましょう。ロジックモデルという言い方をしますが、特に行政の方今日多いと思いますので、行政の方については自分のやってる仕事がなぜ地域に関わる人々の持続的な幸せにつながるかが説明できるようにしてください。事務文書表で児童手当に関することと書いてあるから児童手当の仕事をするのではありません。児童手当の仕事を的確に行うことが市民の持続的な幸せにつながるからです。あるいは地域へのプライドにつながるからです。そういう意識を持つと説明できるようになります。なんでキャラクターを用意したんですか。皆さんが幸せになるためなんです。よくわかんないな、今から説明します。それができないままシティプロモーションをやると足をすくわれます。な、3年後に結局あれは何だったの、あんな無駄遣いしてよかったのかと話になります。常に説明可能にする。それが戦略的な広報ということです。戦略というのは目標の明確化と手順の明確化、この二重の明確化によって達成されます。どうなったら成功なのかを常に意識してください。なんとなくやるのではなく、どうなったら私の仕事は成功なのか、それを一番上で考えるのか、すぐ上で考えるのか、それぞれだと思います。それをしっかり意識して仕事をすることが大事でしょう。改めて差別的優位性の実現について考えたいと思います。どのようにして中津川を世界一の街にするかです。
差別的優位性を実現するためには地域魅力の創造サイクルという考え方が活用可能だと思っています。発散、共有、編集、研磨、U ステージを正当性エンジンというものによってぐるぐる回していくというのがこの地域魅力創造サイクルです。抽象的な言葉で分かりづらいと思います。具体的な事例を出しながら話したいと思いますが、その前に一番分かりにくい言葉、正当性エンジンって何ですか。一般的には市民の参画と言ってもいいかもしれない。役所だけで回すなよって話です。役所だけで回そうとするとその動きはどんどん鈍くなって最後には止まります。市民がそこにどんどん関わっていくことによってあの小さなブロック矢印は市民の参画です。最初はわずかな人しか関わらないかもしれません。それがどんどん増えていくことによってこのステージを回していく力になる、そういう形のデザイン政策を作っていくことが必要なんだろうと思って、最初のステージです。発散のステージになります。発散とは何の発散なのか、魅力の発散です。今ここにお座りになられている方で中津川の魅力を100上げてくださいと言われた時に、100喋ると結構な時間がかかるので、5分ぐらいで100魅力を上げてくださいと言った時に上げられるでしょうか。5つしか上げられない、3つしか上げられないっていう状況だとすると、それはルルブに書いてあります。そうではなくて100上げるということを意識してください。少なくとも50上げるということを意識してください。そうするとさっきの子どもたちがいました。子どもたちになんとか公園です、川です、言ってくれました。でもひょっとすると彼女たち彼たちにとって一番の魅力は自分のお母さんかもしれません。そういうのを答える場じゃないだろうか、町の魅力って言われたから得なさんです答えるかもしれません。得なさんを本当は常に意識してないのかもしれない。実は歩いていく道路の脇にいたカエルがすごい素敵だったと思っているのかもしれません。そういうものも数えていきましょう。今まで皆さんが魅力だなんて思ってなかったものを魅力だというふうに改めて認識しないと100とか出てきません。隣のおばちゃんが可愛いぐらいまで言わないと出てこないです、100って。それが上に書いてある異化、異なる、化けるということです。今まで当たり前に見えていたものを魅力として改めて考えることができる。そうすると毎日が結構楽しいです。だって自分の周り魅力ばっかりですから。ここにもこんな魅力がある、ここにもこんなキラキラしたものがある。そう思うと中津川ってやっぱ最高じゃんって思えるんですよ。で、毎日歩いてる通勤の道で車で走ってる時にちょっと見かけたものが魅力に見えてくる。いや魅力にしないで100出ないから、そういうふうな形で次々と発散をさせていく。それも行政の内部だけではなく、関係者の内部だけではなく、最初はわずかでいいです。そういうことに関わろうとする市民の方はそんなにはいません。みんな忙しいですから。毎日の日常の方が大事です。子供のことがあります。家族関係大変かもしれません。いや仕事忙しいです。でもそういう中でも、例えば中津川に最近引っ越してきた方、自分が引っ越してきた町をいい町だって思いたいでしょう。車買われることあると思いますけれども、高い車を買おうとします。 BMW とベンツとレクサス選びます。どれにしようかいろいろ調べます。最後にレクサスにしました。レクサスにした途端にレクサスの評判のいいものしか検索しなくなりますから。そういうふうな形で中津川に新しく住んだ人なんかを中心に、皆さんから見た中津川の魅力50上げてください。あるいはもちろん昔から住んでいる方でも構いません。魅力をまず、中津川たくさんの課題があることは確かです。どんな町にもたくさんの課題はあります。でも課題からではなく魅力から考える、まず魅力から考えてもらう人たちを何人かで構いません。5人でもいい、10人でもいい。見てもらったと思いますが、最初の矢印はとっても小さいです。発散にくっついている矢印はとっても小さな矢印です。
でもその人たちが50、100という形で上げていく。でもそのままでは魅力、中津川はすごいですよね。どんな素敵な街なんですか。100ずっと言ってる間にみんないなくなっちゃいますから。そうではなくて、その前に実際それって魅力なのっていうことをまず一緒に考えましょう。キャラバンみたいな方向でもいいかもしれません。ここでもう少し机の上で考えるのはなーっていう人たちも、新しくハイキングだと思ってくれれば参加してくれるかもしれません。一緒に苗木城行きましょうよ。苗木城の魅力をもっと考えましょうよ。単に苗木城ではなく、あの石垣の傾きが素敵ですとか、あそこから見える市街の様子がとってもかっこいいんです。いろんな魅力がたくさんあると思います。それらを共有をする。あなたはそれが魅力だと思ったんですか。私はここからはこれが魅力だと思ったんです。共有をする。あるいはすでに失われたものがあるかもしれません。中津川は持っている極めて豊富な豊かな歴史、それらを共に学ぶ機会を作ってもいいでしょう。あなたが魅力だと考えていたあの歴史は具体的にはどんなものなの。そういう形で勉強をするっていう形で共有してもいいでしょう。障害学習みたいなもの、おそらく最初の発散の時によりも人が集まってくれるんではないでしょうか。正当性エンジンとしての市民の参画をさらに増やして、ガクッともう一段階動かす。ここでとっても重要なステージが出てきます。編集というステージです。編集とは何かというと、組み合わせることによって足し算ではなく掛け算を作り出すということです。先ほども出してもらった1人50の魅力、1人100の魅力、重なるものもあるでしょうから、全部で300、400の魅力が出てきたよ。その300、400の魅力を、これは歴史、これは人、これは自然っていう形のカテゴリーで分けるのではなく、魅力のグループとして分ける。それは場合によっては歴史の中のこれ、自然の中のこれ、人のこの人、それらを組み合わせると、赤津川こういう言葉で魅力を語れるかもしれない。それを例えば4つ、5つ、6つという形の魅力群という形で共通性を考える。それを考えることが差別的優位性につながっていきます。多様な群、魅力群というものを考えていく。中津川の100ある、200ある、300ある魅力をまとめると魅力群 A になりそうだ。これをまとめると違う言葉で語れる魅力群 B になりそうだ。あるいは C、あるいは D、その A、B、C、D というものを重ねたときに見えてくるものがある。ここで中津川は世界一の街になります。だってそんなに魅力群を重ねられる、同じ言葉で魅力群を重ねられる街はありませんから、その5つの魅力群を重ねた部分で皆さんは世界一になれる、バトルフィールド、戦う場所ができるんです。ここに向けて皆さんは世界一の中津川を作っていくということになります。例えば他市の事例ですが、浜松っていう町は極めて製造業が発達し、それに伴う歴史があり、それを担っている人がいるということがあります。あるいは浜松では家康というものがまだとっても弱い頃、武田信玄にもうボカスが負けてた頃に住んでいた城があり、でもそこから家康は江戸幕府を作り、天下を統一する人間になりました。それに関わる歴史があり、それに関わる地名があり、そこに関わっていた人たちが今でも生きています。あるいは初子祝いの凧揚げ祭りに代表されるような、子供が生まれると1人1世帯100万円出して人を接待しながら凧をあげるという無茶なことをする町でもあります。そういうふうな町として浜松がある、あるいは宇都宮は、あるいは松山は、あるいは東広島は、それぞれのバトルフィールドが用意できる。
それぞれのバトルフィールドが用意できたら、次に大事なことは語れる言葉です。どのようにして中津川を語れるのかということになります。この時に大事なことは、どうなっているのかではなく、どうありたいのか、未来に向けた言葉を作っていくということになります。であれば自然がいっぱい中津川にならないのは当たり前ですよね。魅力群は、その魅力群を重ねて未来に向けて5年後、10年後、30年後にこういう中津川を作れば中津川は世界一になれるんだと思えば、そこに向けて市民の方が、穴が開いてるからこそ、じゃあ俺が埋めてあげようという市民の方が集まってくる。そういう形で市民の方の思いなんかをつなげながら言葉を作ることが大事です。中津川を語る言葉、それをブランドメッセージという言い方をすることがあります。ブランドについてメッセージとして市民に、関係者に、あるいは地域外の人々に伝えていく言葉です。浜松はそれを出世の町浜松という言葉で言いました。浜松という町は10年後に、5年後に出世の町として世界一の町になるんだということです。出世というのは単なるキャリアの中で上り詰めるということだけではありません。世界に向けて羽ばたく人たちを作ることのできる町になるんだということです。あるいは宇都宮は出世なのということは考えない。愉快になる町を作る。住めば愉快な町をこのように作っていくんだ。住めば愉快は宇都宮という形のブランドメッセージを提示します。松山は自分たちのバトルフィールドの中で、いい加減な町をこれから作っていくんだよ、一緒になって、皆さんと一緒になっていい加減な町を作っていく、いい加減松山を作っていく。東広島は出世でもない、愉快でもない、いい加減でもない、工夫に満ちている町を作っていくんだっていうんですね。中津川はどんな町を作ることによって世界一の町になろうとするんでしょうか。それをしっかり作っていくことによって中津川の魅力を語れるようになります。100の魅力をこれに結びつけて語れるようになる。語りたいですよね。それができると、特にこっち、こんな悪いとこあるじゃん、中津川ダメダメじゃんっていう人たちに対して、世界一の町になるのに課題があるから解決したい、世界一の町になるのに今の魅力ではまだまだ足りないからさらにそれを磨き上げたい、研磨というステージです。発散をし、共有をし、それを編集という形でブランドメッセージを作り上げていく。単なるキャッチフレーズじゃありません。我々はどのような街になっていくのか、魅力群を重ねたバトルフィールドを意識した形でしっかり考える。それで作ったブランドメッセージがあるから今の魅力をさらに磨き上げ、その魅力を阻害しかねないような課題を解決しようと思う。ここでは今までよりもさらに多くの人たちが関わってくれるはずですよね。全ての政策を、あるいは全ての活動をこのブランドメッセージにリンクさせていく。出世の街を作るための子育て支援と、いい加減な街を作る子育て支援は同じことをやっていっても語り方が変わるはずです。中津川がどういう町になっていくかによって、中津川の廃棄物処理の仕事と中津川の子育て支援の仕事、それらが全て言葉に結びついている。だから私は最初に申し上げました、ロジックモデル、なぜあなたは児童手当の仕事をしているんですか、こういう町、中津川を作るためなんです。そこにつなげていくことがとても大事だと思っている。子育て支援にしろ、ゴミの処理にしろ、スポーツの振興にしろ、防犯にしろ、その他さまざまなものを住めば愉快だに結びつけていく。じゃあ中津川は何に結びつけていくのか。浜松は行政もいろんな形で出世の町にリンクさせながら政策を作ります。行政だけではなく民間も
聞き込みながら、ビール会社、吉本新喜劇、地域のお菓子の会社、あるいは夜部、そういうものもしっかり結びつけながら、出世の街というブランドメッセージで自分たちの街を語ろうとしています。だから、浜松のキャラクターは出世大名家康くんなんですよ。これは出世大名家康くんっていうのは、今浜松のラッキーメイヤー、副市長の服っていうのが幸福の服、ラッキーメイヤー副市長なんですが、これ実は2代目でして、初代副市長は更迭されております。初代副市長はですね、うなぎ犬です。うなぎ犬では出世しないんで、更迭をされてしまいました。それを市民の力で作った、この出世大名家康くんが今、出世の町浜松を売り出していこうとする。そういう状況になっているわけですよね。もう一度発散というものが必要になります。ステージは1周したら終わりではありません。2周目、3周目、ぐるぐる回すことによって、中津川が世界一の町になっている。市民や民間の方が工夫しやすいものを作りましょうっていう話です、ね、市民が中津川を推奨したいっていう気持ちの向上を図るということを考えれば、例えば具体的な事例であれば、宇都宮は住めば愉快だ宇都宮というブランドメッセージを自由に使ってください、ご連絡さえいただければどんな風に使ってもらっても構いませんよ、ゴルフ場では打てば愉快だ宇都宮、ホテルでは泊まれば愉快だ宇都宮、リング栃木というプロのバスケットボールチーム宇都宮フランチャイズでは泊めば愉快だ宇都宮、日本で初めて行われた町コンと言われる宮コンでは会えば愉快だ宇都宮というキャッチフレーズ、いやブランドメッセージを一緒に共有をしながら作っていこうとします。2014年には400団体近い人たちがこういう言葉を使っています。世界的な大企業のコカ・コーラでさえ宇都宮では飲むと愉快な宇都宮というふうに言いながら自分たちのコーラを提供をしていきます。あるいは愉快市民賞、最初は宇都宮でも発散に参加した市民は15人でした。ところがこの段階になると3000人以上の人が、俺は宇都宮を盛り上げたいんだ、愉快な街にしていきたいんだっていうようになるんですよね。発散、共有、編集、研磨というところから次の発散になったときに大きく市民の参画を増やしていく、正当性エンジンというものをさらにパワーアップさせることによって中津川という街を世界一の街にしていくんだということがここで大事なことになります。中津川が世界一の街、少なくとも世界一の街になれる可能性を持つ街だということは明らかになったと思います。であればそれを利用して実際に何万人もの、あるいは地域外に向けての行動を変えていくための手立てが必要になります。そのために使う考え方がメディア活用戦略モデルという発想です。とにかく頑張ればみんなが動いてくれるというわけではないということです。戦略というのは目的の明確化と手順の明確化です。手順をどのように行うのか、認知獲得、関心ジャッキ、探索誘導、着地点整理、行動促進、それを常に傾聴という状況で支えながら情報共有支援をしている。分かりづらいですよね。具体的に話していきたいと思います。その前にメディア活用というふうに言いましたが、使えるメディアとは何なのかという話になります。オウンドメディア、アーンドメディア、ペイドメディア、3つの種類のメディアをフルに活用し、それぞれ組み合わせて活用しながら人々の行動促進を各フェーズを実現をしていきます。オウンドメディアというのは
行政で考えるのであれば、それはもちろんそれぞれの企業が頑張る場合はまた言葉変わってきますけども、行政がで考えるのであれば広報誌や公式サイト、あるいは下に書いてあるソーシャルメディアというものであれば、公式のアカウントを使った Facebook、 公式のアカウントの Twitter、 いずれもオウンドメディアです。所有しているかどうかではなく、自分たちの思いで運用できるかどうかがオウンドという意味で捉えてください。2番目のアーンドメディアというのは獲得をする、捕まえるメディアです。一番わかりやすいのは新聞の記事ですよ。皆さん新聞発行してないと思います。中日新聞に載せる、朝日新聞の記事を獲得をする、東海テレビのニュースの枠を獲得をする、それがアンドメディアです。あるいは口コミ、時々あるんですけど、じゃあこれは口コミで知らせようよ、いや口コミするのあんたじゃないからって話ですよ。口コミをしてもらうためには市民の口、市民のマウスを獲得しなければいけないんです。3つ目、的確な形で広告を使う、ペイドメディアも重要だと思っています。この3つのメディアを組み合わせていく、ソーシャルメディアを自社アカウントとして、あるいはシェアをさせるものとして、あるいはターゲットを考えた広告の媒体として、ソーシャルメディアも利用していくことができるでしょう。改めての話になりますが、メディアとは、ミーディアムの複数形です。ミーディアムというのは、恐山のイタコです。あの世とこの世をつなぐのがミーディアムです。メディアというものは、A という世界と B という世界をつなげる、しかもつなげるだけではなく何かを変えることができる、それがメディアです。それをどのように使うのかを考えると、メディアっていうと広報誌とか新聞とかテレビとか出てくると思いますが、イベントももちろんメディアです。この場所もメディアです。ここに貼られているポスターも当然メディアです。イベントなんかだと目的になっちゃいますよ。イベントに何人来たら成功だ、そうではないはずですよね。そのイベントは何と何をつなげ、何を実現するイベントなのかを考えないと意味がない。そのようにしてメディアとしてイベントを捉える、あるいは今日彦根村のレストランを行かせてもらいました。素晴らしい店舗がメディアになっている、人と人がそこで出会うことが目的です。あるいはそこで、いやこれ民間の公民館みたいなもんです、素晴らしい、そこで人が出会うんです。それによって店舗もメディアになる。そこにお客さんが来ていくら落としてくれたか、もちろん大事ですよ。でもそれだけじゃない。それに加えて店舗をメディアとして捉えることができる。そういうことができると、ここで何を変えられるんだろうと思いますよ。フェーズの1は傾聴です。今何が起きているかを常に把握をしてくださいということです。今何が起きているのか。中津川ってどのように考えられているんですか。中津川って最近どういう形でみんなに口ずさまれているんですか。あるいは認知獲得って言うけど本当に認知取れてるんですか。それぞれを常に耳をそば立てておくっていうのが県庁です。行政の方にとっては校長という言葉があると思いますが、校長は基本的に不気味な印象がありますが、県庁は自分から聞きに行くということになります。2つ目のフェーズが人気獲得のフェーズです。全体としての熱量を上げるフェーズです。中津川は何か面白そうだ、中津川はない、最近始まってるぞ、なんかうちの町動いてる気がする、そういう状況をまずはなんとなく作り出す、これが認知獲得です。もちろん行政広報誌使えると思います。内部に向けて、中津川はこれからこういう方向で進むんだよ、勝手にうちの中に入ってくるメディアってそうはないですから、行政広報誌有効に使えばいいです。埼玉県ではこんな形で広報を広報するようなことをやっていたり、あるいは伊豆ではいくつかの町の広報連携ということで、下を見てもらうと伊豆箱根鉄道という特
ところで、1つの1編成が4つの広報誌によって担われています。それぞれが自分たちの町の魅力、あるいは他の町の魅力を作る、伝えるっていう形のメディアとして意味を持っています。もう一つ、先ほども言いましたアーンドメディアで認知化をしていました。4つのポイントを明確にすることによって、皆さんの取り組みが新聞の記事になり、テレビのニュースになり、ソーシャルメディアでシェアをされながら口コミを生み出します。4つのポイント、その1つが差別的優位性、何がすごいのかっていう話です。これ弘前市です。雪降ります。当たり前です。何の差別的優位性もありません。雪かきをします。どの町でもやってます。何の差別的優位性もありません。弘前はこれを世界で初めての雪かき検定という形で提示をしました。世界で初めてです。目覚ましテレビが来て取材をしていきます。雪降ってるだけですよ。雪かきしてるだけですよ。どうしたら雪かきが上手にできるか考えるだけですよ。それを的確に示すことでメディアが獲得をできます。鯖江市では JK 化というものを発足させました。 JK 女子高生ですね。これも多くのメディアに乗り、かつメディアにソーシャルメディアでシェアをされました。なんか偉いことやってるよ鯖江、どうかしちゃったんじゃない。でもよく考えると、これ地域の若者の青年層の地域参画っていうことにしか過ぎないんですよ。やってることも女子高生の皆さんが、じゃあどうだったら鯖江が良くなるかを考えました、こんな、ものがあるといいと思いますって言ってるだけですよ。ところがそれを JK 化という切り口で伝える、それによって大きな記事になるわけですね。鯖江市で若者の地域参画事業を始めました、絶対記事にならないですから、当たり前ですけど。ところがそれを JK 化という切り口を使うことによって伝えることができる。あるいは2番目に大事なことがトレンドとギャップということです。今何が流行っているかを明確に意識した上で、あえてギャップを用意する、これがメディアを獲得することにつながります。千葉県に流山という町があります。千葉県の流山、フィルムコミッション中津川もやってます、この地域にもいくつかあると思いますが、その場所で映画を撮ってもらう。桃色クローバー Z 好きな人いますかね。なかなか AKB に追いつきませんけれども、ももクロの初期メンバーです。今はももクロからは辞めて俳優さんになられてますけれども、この方の主演の最初の映画です。ももせこっちを向いてっていう高校生の恋愛を対象にした、特に初恋なんかを対象にした映画です。これを流山で撮影してもらいました。フィルムコミッションというのは普通はこれで終わるんです。最後のところで協力流山市って出たよとか、うちの町映画になったよ嬉しいので終わるんですけども、流山はさらにそこにひねります。これとタイアップして、これ役所が作りました。役所が結婚姻届とか出生届と同じように恋届というものを用意します。しかもピンクで、これをインターネットでアクセスしてダウンロードすると、承認しましたと流山市役所が私の恋を承認してくれます。8万アクセス、1万ダウンロード、実際に流山に来てこれを申請をした人間が500人、そういう状況ができました。これ何が意味があるの、役所どうかしてるんじゃない、こんなことに税金使っていいの。この時点ではいいんです。なぜならこれは認知獲得フェーズだから。流山ってちょっと面白い町だ、流山こういう町ならうちの会社と組めるかもしれない、そういう状況を作り出す認知獲得のフェーズとしてはできるんです。あ、一つだけこの恋届でとってもいいところがあります。二つ目のライン、相手は恋人と認めているか認めていないっていうのをチェックできるんですよね。誰でも出せますからご心配なく、そういう形でトレンドとギャップを用意する。行政なのに、役所なのに、お堅いはずの、そういう状況を作り出すことによって記事になります。人が集まります。
3つ目の認知獲得のフェーズで必要なこと、アーンドメディアを使う場合に必要なことは物語です。物語って何かというと、ごく簡単に言うと、登場人物が魅力があって、日常と非日常が繰り返す。日常ばっかりでは物語になりません。非日常ばっかりでも物語にはなりません。浜松の、同じく浜松の事例です。出世大名家康君、頭分かりますかね。あれうなぎです。うなぎのちょんまげをつけ、下にある、あれはピアノです。ピアノの、袴をつけ、オレンジのみかんの家紋をつけて、おわんとした顔で立っています。彼が家康君です。いろんな形の魅力を詰め合わせることによって、なんとなく浜松の人間にとっては魅力のある状況になります。でもただこの人がイベントに出たり、ブログを書いたりしてるだけだと日常になってしまうので、最初はいいんですが、継続的な認知獲得が困難になります。どうするか、非日常を作ります。どのようにして家康君は非日常を作り出すか、ゆるキャラグランプリ2013でグランプリを絶対取ると言います。絶対取ると言った時点で非日常が生まれます。しかも浜松市の職員は朝出勤すると、ゆるキャラのサイトを開いて全員がクリックする。1日1回しかクリックできないから、ね、朝クリックする。それが仕事です。そういうふうなことによって、またそれがこれは何ですかという形の新聞記事になり、テレビになり、あるいはソーシャルメディアでは浜松どうかしてんじゃねっていうふうに言われます。どうかしてるわけですよ。非日常だとあれで作るんですから、どうかしてるって言われないと困るんですよ。そのようにして非日常を作るんですが、浜松っていう街はですね、実は私出身浜松なんですが、最初はいいんですがすぐ疲れる街なんですよね。この時も中間発表ダントツ1位であったにもかかわらず、最終の時に栃木の佐野丸くんに大逆転を送って2位に落ちます。あれだけ公言していたグランプリを逃します。どうしたのか、もうダメじゃん。浜松市はここでもう一つの非日常を仕込みます。真ん中の写真です。ごめんなさい、グランプリ取れませんでした。ちょんまげを取ります。これをわざわざ東京でアイドルと一緒にやります。メディアが確実にゲットできるわけです。でそのまま私みたいな頭になったので、髪の毛がないのを隠しながらですね、家康君は日常活動に勤しむわけです。日常と非日常というものを繰り返しながら行うことで、継続的にメディアを獲得をしていく仕組み。もう一つ認知獲得に重要な要素はデータです。特に役所の皆さん、多様なデータを持っていると思います。ただこんな結果が出ましたっていうふうにして伝えてませんか。いや、場合によってはろくに伝えてもいない、ホームページに載ってるみたいよっていう状況で終わってませんか。せっかく集めたデータをどう作るのか。例えばこれは民間の事例ですけれども、がんになります。これは結構インパクトありますよね。ピロリ菌に感染をしているとがんになりますよ。皆さん知ってらっしゃると思います。ピロリ菌に感染するとがんになりますよ、こういうデータがあった。よし、このデータを知らせよう。でもこのデータで終わらせません、民間の企業さんは。その次に何を言うか、うちのヨーグルトはピロリ菌を減らします。これを言うためにわざわざ最初にこのデータを出すんですよ。もしも最初にこっちが出たらどうでしょう。いや、ピロリ菌知らないしって話ですよ。じゃあそれピロリ菌ってこっからまた説明しないといけない。そうじゃなくて、まず全体としての雰囲気を作る、空気を作る。空気を作った上で、そこに対して中津川はこれを解決できるんだと、中津川はそれを凌駕するんだという形でそれを伝えることで、メディアが獲得ができるということになります。認知獲得決まりました。なんとなく中津川は面白い街だよ、なんか始まってる気がするよ、これから動き出す街になりそうだって言った時に、次に行うことが